ダーランはサウジアラビアの東部州に位置する同国における石油産業の中枢を担う都市である。1931年に最初にダーランで油田が発見され、1935年にはスタンダード石油が油性を掘った。スタンダード石油は後にサウジアラビアにザ・アラビアン、アメリカンオイルカンパニーを設立し、現在はサウジアラビア政府が保有する。 サウジアラム湖になっている。ダーランの気候で特徴となっているのは夏の酷暑と冬の玄関である。夏には気温が摂氏50度まで上昇することがあり、暑さに加えペルシア湾の近くでは極めて高い湿度を記録する。またダーランは露天温度の世界最高記録を保持している。すなわち2003年6月8日に記録した露天温度である。冬には 気温が摂氏2度ないし摂氏3度まで下がる。ダーランにおける降水量の大半は冬季の11月から5月にかけてのものである。ダーランへの入植は1938年ちょうど付近で石油の発見された年から始まった。1950年には人口およそ7000人。ダーランではサウジアラムコが本社を構えている。同社は世界最大の規模を誇る。 石油会社であり、世界で最も多くの石油、すなわち日産千万バレルの石油を供給している。その大半は輸出に充てられており、サウジ国内の消費に回されているのは全体の12%に止まっている。65年を経てなお、ダーランはサウジアラムコの世界戦略の本拠地であり、同社の金融部門、地質調査部門、工学部門、ボーリング部門、 医療サービス部門、原材料供給部門などといった組織を要している。ダーランは人口に数多くの外国人労働者を抱えている。外国人労働者はバングラデシュインドインドネシアパキスタンフィリピンなどのアジア諸国、あるいはアメリカ合衆国、カナダヨーロッパ南アフリカ共和国、オーストラリアニュージーランド出身の西洋人など、実に 多彩な国籍のものから構成されている。また、レバノン人、エジプト人、パレスチナ人、シリア人、ヨルダン人などといった、サウジアラビア以外のアラブ人もダーランにたくさん住んでいる。2004年の国勢調査によると、ダーランの人口は97,446人。ダーランのメインゲートへ向かう道当地は、サウジアラビアにおける、 石油産業の中枢であるということから、国内交通と国際交通等を問わず、交通手段が極めて豊富である。ダーランは、同国でも最高級の高速道路インフラを抱えている。ダーランの高速道路は1970年代から1980年代にかけて近代化され、現在に至るまで国防の要衝として重要な役目を担っている。 1946年に建設されたダーラン飛行場はかつてサウジアラビアの三大国際空港の一つだったダーラン国際空港を経て現在ではサウジアラビア空軍の基地となっている今日ではダーラン国際空港に代わって近郊のダンマームにあるキングファハド国際空港がダーランダンマームアルホバルを含む大都市圏における航空貨物の商業輸送を提供している サウジアラム湖の航空事業部は、キングファハド空港に自社ビルと自社ターミナルを所有している。サウジアラビアの鉄道網は、高速道路や航空路に比べると極めて乏しい役割しか果たして、いないがダーランへとつながる、産業用線路は今なお存在しており、線路は首都リアドへと続いている。ダーランの学校には大きく分けて、公立校と私立校がある。 ありがとうございます。